牛院徳川です。こんばんは。前回の動画をご覧になってくださった方は何が起こったかもご存知ですよね。これね、航空機用のヘッドセットをアメリカから買ったんですけど、これね、もう中身空っぽなんですよ。これ側だけです。はい、これもケーブルもついてないでしょね。外しました。もう中のスピーカー、ケーブルからこのマイクの先っちょまでね、このアッセンブリーを全部外に出しました。もうね、狂気の沙汰ですわ。まあ後悔もないといえば嘘になるんですけどね、もう買った日に、届いた日にぶっ壊しましたからね。返品すればよかったのかもしれないですけど、なんかね、なんかそんな気になれなかったんですよね。うん、やっぱり見た目が可愛いし、うん、なんかすごい、もうそれだけで愛着が湧いてしまったんですよ。まあ、そんで音質もね、さすが航空機用ですよ。うん、そりゃ航空機用ですわ。オーディオとはやっぱかけ離れた音質ですよ。カスカスの、なんか、しかもモノラルやしね。うん、もうなかなかうまいこといかんもんですよね。うん、まあだからね、この分やったら、どうせマイクもね、そんなええ音せんやろと。ね。大したことないですよ。多分ね。まあもしかしたらその、無線っぽいね、ミリタリーっぽい、それっぽい音になるのかもしれへんけど、いや、そうじゃないやろと。うん、俺が求めてるのはそれじゃないんですよね。だからね、こいつは、改造することに決めました。まあ、方針としてはですね、ソニーのヘッドフォンと、オーディオテクニカのマイクを、ここに移植するという感じですかね。最高の音質のヘッドフォンと最高のダイナミックが最高のデザインで蘇ると。まあそういう計画ですわ。まあじっくりとね、時間をかけてやりますよ。夜な夜な酒でも飲みながらモデファイしますよね。まあしかしですよ、まあしかしですよね、しかしですよ、ちょっと早く使いたいからね。うん、これしゃあないですよ。これしゃあない、これしゃあないですよ。だってヘッドセットが必要やから買うてんのに、なんか流れ変わってもうたからね、これしゃあないですよ。うん、もうしゃあない。うん、これはもう買うしかなかったんですよ。レイザーブラックシャーク、実はね、航空機用のやつを注文して到着を待っている間にですね、こいつの存在を見つけてたんですよね。うん、あ、こんなんあるやんってね。レーザーさんなかなかやるやんってね。うん、これはね、デザイン的には結構いい線いってると思いますよ。うん、これは、俺も認められます。はい。何様やねんっていうね。まあよくあるゲーミングヘッドセットなんですけどね。よっしゃ。じゃあまあともかく開けていってみましょうか。ね。なんかここにベターってシール貼ってもらったらこれ開けられへんかな、これ。うん、もうなんかスーパーヒーローでね。ああ、どういう作りやねん、この箱は。めっちゃ複雑やないか。なんじゃこれ、どうなっとんねん。どないしたいねん、これもう。おい。よっしゃー。買った。中身は空っぽになりました。はい、こんな感じですね。まあ、これと見比べてみてください。うん、ちょっとやっぱこっちの方が小ぶりやね。うん、どうしてもね、本物に比べるとやっぱちょっと迫力は負けるけど、このレーザーのね、ブラックシャークというゲーミングヘッドセットは、まあその航空機とか攻撃ヘリ用の、パイロットが装着するこのヘッドセットのデザインをモチーフに、デザインされたゲーミングヘッドセットと、まあそういうことらしいですよ。うん、確かにデザインはね、うん、すごくいい感じだと思います。よし、じゃあちょっと装着してみますかね。うん、こんな感じ。あー、だいぶちっちゃいね。だいぶちっちゃいですね。うん、あ、ちっちゃい。これなんか耳に届かへんわ。うんうん、どうですか、どうですか。もうちょっとやな。意外と小さいな。俺の頭がでかいんかな、これ。うんうん、こんな感じか。ね。うん。軽い。すごい軽い。これと比べたら、すごい軽いわ。うん。全然疲れへん。で、なんか、首振ったらカチャカチャ音する。なんか、カチャ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 。何の音？何の音？なんか、
マイクまでもなんかすごい遠い、もうちょっとこっちに来てくれたらいいなって感じなんやけどね、うん、まあこんな感じですよ、はい、まあまあかっこいい方でね、うん、まあでも、うん、ゲーマー向けやね、これはね、この緑のラインやな、うん、この緑の線ね、緑のケーブルね、うん。はい、それではレーザーブラックシャークの細かい部分を見ていきたいと思います。ちょっと日が変わってしまったんですけどね、はい、行ってみましょう。はい、こんな感じですね。まあなかなかデザインは僕は好きですよ。はい、まずですね、この特徴的なのはね、やっぱりその航空機用ヘッドセットのデザインをモチーフにしたこのマイクのブームの部分ですね。このアームがね、これかっこいいですよね。で、ここなんですけど、これ外れるらしいんですよね。よいしょよいしょ。はい、外れるとですね、中普通のほら見えますかね、これがですね、まあ 3.5 ミリのプラグになってるんですね。はい、まあ噂のプラグインパワーですね。で、こちらに同じように、ジャックがついてると、まあそういう仕組みで、まあここにただこうカチッとはまってただけなんですね。これを抜いてですね、付属品としてこういうキャップがついてるんですね。でこのキャップはなんか金属製なんですけど、このキャップをここにこうへこみを合わせてパコッとつけてると、まあただのヘッドホンにもなりますよとね、そんな感じですね。でこのマイクはこうどっか片付けとけって感じなんでしょうね。はい、まあそんなとこですかね。はい、あとですね、ちょっと気になったのがこの裏側のですね、この部分ね、ここの金具がですね、結構遊びが大きいんですよ。遊びがあるのでカチャ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 言うんですよね。これがちょっと気になるかなって。あの首振った時にカチャカチャ音がしてたのはここなんですね。大きさの調節はね、ここのネジで調節することができますね。まあこの辺も無骨なデザインになってて、僕は結構好感度が高いですね。ネジのところにはね、レーザーのロゴがね、ロゴマークがついてますけどね、まあこの辺がね、僕はあまり好きじゃないあまり好きじゃないですね。イヤーパッドはね、まあまあふっかふかとしてますね。で中もレーザーの緑色ですね。でね、まあちょうどねここに耳がすっぽりと入るので、まあフィット感は高いですよ、うん、で結構こう広いですよね。あんまりね圧迫感もなくてね、あのすごく装着した感じではね、すごく楽です。だから長時間ねこれでゲームをする方もね、疲れにくいと思いますね。 すごい軽いしね。で、まあケーブル類がね、あのまあ、レーザーさんなんでね、あの緑色なんですよね、うん、この蛍光グリーンのケーブルがずっとこう伸びていて、で、先っぽはですね、プラグはこんな感じ、 3.5mm の、4極ですね。これはね iPhone のヘッドフォンと同じ、これ1本でステレオヘッドフォンと、マイクのプラグインパワーの役割を果たしているという感じですよね。で、付属でですね、こういうケーブルがついてくるんですよね、これをここにつけて、ここから黒くなるんですけど、ガーッと引っ張ってくると先っちょはこう二股に分かれています。この絶縁のところが緑とピンク色に塗り分けられてるの分かりますかね。よく見るとマイクとそれからヘッドホンですよっていうアイコンがね刻まれてますよね。よく分からんけどね、あの Windows のマシンにはこれが付けられるようになってるんですよね、うん、よく分からん、 Windows はあんまり触らへんからよく分からんのですよ、2極の場合はこっちに付け替えてくださいよみたいな感じですよね。まあヘッドホンだけとして使うことはないので、まあ僕はマイクにしときます。あ、おここでマイクの長さ変えれますね、うん、すごい顔がちっちゃい人はこうグーッとここまでやっとったんじゃないですか。俺がこの状態でつけたらもうなんか、あーそうかそうか、なるほどな、これで顔に近づけれるんや。いい感じいい感じ、うん、すごくいい感じ、うん、なんかすごく好きになってきた、だんだん好きになってきた、うん、どうですか、色恋プリスキン注意。まあね、レーザーさんのゲーミングヘッドセットですからね、うん、もうやっぱこのケーブルが緑っちゅうのがあんまり好きじゃないな。緑ですよ、グリーンですよ、わかります、これちょっとまずいんですよね。俺の計画でグリーンはちょっとまずい。ほんでこれね、名前がブラックシャークで、何がどこがサメやねん、これ何がサメやねん、どんだけ中二病やねんっていうね、
はい、じゃあちょっとね、これで iPhone の音楽でもちょっと聞いてみますかね。ね。